超超超いい感じ、超超超超いい感じ。こんにちは、大村崎の飼育を中心に蝶々の活動をしている蝶太郎こと林太郎です。はい、ということで今日もね、楽しく蝶々の話をさせていただこうと思うんですけど、はい、大量のバナナです。はい、ということでバナナを持っているということは、そうです、今日はね、蝶々の大紫の餌やり動画をちょっとね、今日は撮っていこうと思います。はい、ということでこのバナナなんですけど、まあバナナと、まあバナナだけではなくて、特製のネクター、特定の餌があるんですけど、その餌作りは別で撮ったんで見てくださいね。それを今日はね、与えていこうと思います。で、前回多分この動画が出るっていうことは、前に雨の時の大紫、大紫ハウス、雨の時こんなんですよっていうのをちょっと撮ったと思いますマニアックで、また雨の日の大紫動画撮った、その後雨の翌日、餌がね、雨でこう薄まっちゃうんで、それをね、全部交換するっていうのをこれからやっていこうと思うんで、それをね、今日は撮っていこうと思います。そしてそこで使うバナナなんですけど、僕はね、普段もちろんね、買っていますと。こんなバナナね、これ多分これ見たら、あそこのバナナかって思う方もおられるかもしれないんですけど、これも安いですよ。バナナ美人って書いてますけど、これはね、2房でね、だいたい200円ぐらいだと思う。安いバナナなんです。で、まだまだこれなんか新品なんで、これを置いといて、こういう風にね、熟になるまで僕は外に放置していますと。で、こうやって熟したバナナを僕は使うというわけなんですけど、そこで僕はこのスーパー、これ今のはね、スーパーで買ったんですけど、それとは別で、果物屋さん、近くにね、ちょっと小さな果物屋さんがあるんです。そこでもね、バナナとか買いに行ったりするんです。で、そこでね、見つけたんです。まあ、もう見せちゃいますね。これなんです、これ。こんな風に、段ボールに、もう多分こうやってね、こんなクタクタになって、ちょっと色がね、もうダメ、販売するにはちょっと商品にしてはもうダメになったバナナがこうやって段ボールに山積みにされてたんです。で、僕はこれが欲しいと思って、店員のお母さんにお願いしたわけなんです。もうこれって捨てるんですかと。で、まあまあそうやって、これもう売れへんからなみたいな。で、これ欲しいですと、これを売ってくださいと。まあ半額でもいいですし、まあ値段は決めていただいて、これを買わしてくださいと。で、何買われへんでみたいな感じだったんですけど、いや違うんですと、ごめんなさい、ちょっと高ぶりましたとそれは言ってないけど、ちゃんと説明しますと。で、僕は蝶々の、日本の国蝶の大紫を大量に飼育していますと。で、その大紫の餌は、まあカルピスは言わなかったんですけど、バナナを餌としてあげているんですと。で、そのバナナはこのね、綺麗な、このね、こんな綺麗なやつではなくて、これを置いといて放置して、この熟に熟したやつがバナナ、青紫には適しているんですと。だからこれが欲しいんですと。なので、お金支払うんで購入させてくださいとお願いしたわけなんです。すると、ああまあそういうことねっていう感じで納得はしてくれたんですけど、じゃあもう兄ちゃんいいわ、持って帰りって言ってくれて、これ全部いただいちゃったんです。これね、いただいたんです。全部いっぱいありますよ。もうちょっと見にくいかな、こんなにいっぱいこれいただいたんですけど、でもね、僕はまあ嬉しい反面、ああこれはダメだなって思ったわけなんです。僕がしたいのは、こういう廃棄されるであろうバナナ、もう捨てられるバナナを、まあ蝶々だったらそれが好むバナナなわけなんで、それをうまく仕組み作りを僕はしたいわけなんです。なので、まあもちろんね、これいただくだけでも農家さんからしたら気持ちいいんでいいかもしれないけど、果物屋さんにとっては気持ちはいいかもしれないけど、そうじゃなくて、ちゃんとお金を支払って、農家さんもやっぱりちょっとそれでね、ちゃんと販売もできて、そして僕も購入できて、大紫も喜ぶ、ウィンウィンウィン、また出ましたよね、前回の花植え動画でも来ましたけど、ウィンウィンウィンにこれなるんですよ。そしてこの食品ロス、最近ねよくね歌われてるこの食品ロスが減らせるわけなんですよ。最後のこのね、もう人間がまあ食べるにはちょっとね、見た目がちょっと悪いからちょっとっていうやつを、それはその熟したバナナを昆虫たちは好むと。それをちゃんとこう利用することによって、こう果物屋さんとかもいろんなところと、この廃棄食物ロスをちょっとですけど、本当にちょっとですけどね、僕なんでビビったるもんなんですけど、それを減らせて、そして蝶々も喜ぶ、果物屋さんも喜ぶ、このウィンウィンウィンな関係が僕はできるんじゃないかと思って、今ねちょっと動いてるところなんです。はい、まあ、これを見てね、果物屋さんでもし何かバナナ廃棄のあるでっていう方、よかったらG メールください。はい、まあ、そんな感じでそういう活動も実はしてるんです。はい、ではちょっとね、前置きはなくなりましたけど、
この今日はバナナ、このねいただいたバナナを使って、雨の後のホームレスキャラクターの餌のお皿今回もいっぱいあるんで、そのお餌をちょっと交換する動画っていうのを今日は撮っていこうと思うんで、あこんな感じであのね餌交換してるんだなっていうのをちょっとでもねあの飼育のまた参考になっていただければ嬉しいなと思います。はい、ではやっていきましょう。大紫の餌交換いってらっしゃい。はい、ではねちょっとハウスに入っていきますね。ちょっと蝶々が出ないようにしないといけないんで、そーっと入ります。そーっと入ります。はい。あーちょっとねまだ朝早いんですけど、それにしても火が出てきちゃったんでね活動し始めてますね。でもねやっぱり朝一番はこのように羽を広げて葉っぱの上でこうやってね体温を温めてみますと。あーもう食べてるな。もう食べ始めてますね。この餌を今日はね全部交換してあげようと思います。ね今のちょっと最初から見ますね、ごめんなさい。1箇所2箇所そして今ね3箇所4箇所ぐるっと回って5箇所そして6箇所ですね。6箇所6箇所に今餌をやっています。まあ、というのはね、まあ、大紫もだいぶ多くなってきたんで、これぐらいに置いていかないとちょっとね餌が足りないかなということで今ね6箇所置いていますと。じゃあこのね今日はすべてちょっとね全部交換してあげようと思うんで、ちょっとそのね交換の様子をねちょっと見ていただこうかなと思います。なのでまずはこれを取っていくなんですよ。これをこう、わーあーしまったー、刺激が当たっちゃうとこうなっちゃうんです。ハウスに刺激が当たっちゃうとこうなっちゃうんです。ありゃー、なんでそーっとなんですよね。今のちょっとしたやつですよ、これがちょっと緩んだだけで。あーまあちょうどよかった、蝶々とかがね取れたんでちょうどよかった。これを取っていくと、ちょっと下ろしますと、よいしょ。ちょっとじゃあ次こちらですね。次飛ぶなよ飛ぶなよ、よっしゃ。ちょっとどいてね、餌変えるからっていう風にちょっとねお皿を全部取っていきますと、ちょっとね片手でちょっと難しいんで、まずね全部あのお皿を取るのはちょっとあのカメラを止めてちょっとねやろうと思います。まずはねこうしてお皿をね出していきます。4つ、はい、これで6です。はい、というわけでお皿ね6個をまず外に出しました。そしてあの余ってるあの液ありますよね、あれを僕はねただ捨てるだけじゃなくて外にね実はね置いている場所があります。そちらもねあのちょっとねご覧ください。はい、こちらなんですけど、こちらが実はもう使い終わったやつのバナナとかを置いている場所になるんです。まあ、ここにこうやって置くことで、これはね止まりやすくするためにねこうやっといて溺れないようにして、まあ、ちょっとねハエがいっぱい溺れちゃってますけど、ここに余ったやつをこういう風に置いておくと、置いてあげるとまたね外のねいろんな昆虫とか蝶々もねこれ吸いに来ますし、外の子たちのためにこうやってねあのただ捨てるんじゃなくてここにねちょっとしばらく置いていますと。ではね、いろんな昆虫が来るんで、なんか米付き虫も来てますね、米付き虫とか、まあ、ハエが多いですけど、でも蝶々も結構来るんですよ。ずっとここにね、ヒヨドシチョウ住んでたし、あ、ここもね、ハチも来てますね、ハチも食べてますね。まあ、こんな風にいろんな昆虫が利用してくれるんで、あの本当にクニャクニャクニャになって、さすがにね、ちょっとお皿に入れとくのはなっていうやつは、こういう風に置いています。こちらもね、再利用の再利用です。はい。そんな活動も、そんなこともやっていますと。じゃあちょっとね、それをね、全部やっていきますね。いってあげる。パイナップル今行っとこうか。パイナップルも置いてあげると。これだけでね、本当にね、外にいる蝶々をね、喜ぶんでね、あの、いい感じなんですよ、これも。本当に再利用の再利用ですよね、よく考えたら。こんな感じです。バナナね、毎回毎回ね、こうやってね、外に置いてるわけじゃないんですよね。これはね、あの、感覚です。あまりにもちょっとクタクタになったなっていうやつは僕は交換するようにします。そのタイミングはね、感覚です。まだこれもね、使えるかもしれないですけど、ひょっとしたら。これね。まあでも外に置いといても使えるんで、こんな風に、ちょっとずつ交換していってますと。で、まあ外も喜んでくれるしね、ちょっとさ、あまりにもね、こんなクタってなってんの、ちょっとね、お皿に入れて、ふにゃふにゃに、お皿のね、中に入れておくとふにゃふにゃで崩れちゃうんで、
あ、もうこんなんですね、こんなんです。例えばこんなんです。もうこんな風に形が崩れちゃうようなやつは、もうこうやって外に置いといて、外の、昆虫たちのためにこうやって置いています。そんな感じです。はい、これもね、餌もジャーっと置いとくと。むしろ多分ね、いやこっちの方が美味しいんちゃうかなって、昆虫、昆虫にとったら。っていうぐらいのものなんですけどね。だからただ単に捨てるんじゃなくて、こうやって再々利用もしているわけなんです。これは贅沢ですよ。外の昆虫たちにとってはね、贅沢な餌場になると思います。その代わりこの手見てください。このね、匂いって言いましたか、くっせーですよ、くっせーですよ。もうしばらく取れないんですよ、この匂い。でもね、そのまま向いてられないんで、これはしょうがないんです。はい、じゃあもうちょっとで、これね、まあ、この上に乗っかれるんですけど、ちょっとこうしてあげることで、この網貝沿いからもね、吸えるし、溺れないかなと思って、ちょっとね、これをかけてあげるんですけど、それでもね、ちょっとハエとか溺れちゃってるんですけど、こんな風にして置いといてあげたら、まあ、上からでもチューチュー吸えるし、昆虫が溺れないんじゃないかなと思って、これをやっています。まあ、挟まってしまって、逆に挟まってしまうっていうパターンも考えられるんですけど、まあ、出ていくと思います。まあ、こんな感じで、大丸崎の餌の使い古しの餌なんで、あのバナナも再利用の再利用なんで、再利用の再利用もこうしてうまく使っているという感じです。はい、じゃあね、次はこのお皿、このお皿も毎回洗ってます。そのお茶、ね、洗う様子って言っても洗うだけなんですけど、そちらもね、ちょっと取っていくんで、よかったらご覧ください。はい、ということで、お皿洗いを見ていてくださいっていうのもあれなんですけど、まあ、お皿洗ってる様子もね、よかったらご覧ください。で、これね、風呂桶でね、作ってくれたんですよ。風呂桶でこうね、水がこう垂れて、水がね、溜まるような仕組みを作ってくれて、しかも見てください、これ。こっから出るんですよ。すごいでしょ。もうね、この大紫のね、飼育をしているにはね、みんなでやってるっていう話をね、何度もさせていただいてるんですけど、もうすごいね、方の集まりなんですよ。もうこんな簡単に作っちゃうんですよ。僕はどっちかというと不器用なんでね、コツコツなんかちょっとずつ出ていくタイプなんで、こんなね、画期的なものはなかなかできないんですけど、こういうね、いろんなことをみんな考えて、できることをもうあるものでやっていこうっていうふうに、みんなね、試行錯誤やっています。はい、じゃあね、このお皿も実は毎回洗ってるっていうことで、その様子をね、ちょっとね、ご覧いただけたらなと思います。こんな感じです。こんな感じで全部洗っていくだけです。じゃあこれで全部洗えたんでね、ちょっとね、じゃあ次はいよいよ餌をね、入れておこうと思います。はい、ではバナナ、まずはバナナを入れていきます。こんな感じですね。こんな風にジュクジュクになったやつで、でもね、バナナもチューチューするんで、これでバナナをこうね、まあ、指でこうね、開けてもいいですし、まあ、こういう何かナイフでもあったら、こうちょっとこう、口粉っていうのが蝶々こうやって吸うんですけど、それが入るんで、このちっちゃくても、なんでこうやって穴を開けておいてあげると、これ皮めくって入れると早くも潰れやすいんで、皮は取らない方がいいです。なので、こういう風にちょっと穴を開けてあげて、こういう風に入れると、はい、でこれね、網めっちゃ味噌なんですよ。これがないと溺れちゃうし、ツルツルして、こう蝶々ってこう掴みにくいんですよ。掴めますけどね、でも掴みにくいんで、これをこうしてあげることで、でパッと捕まりやすくて、チューチューしやすい、で溺れないっていう風な仕組みになっています。じゃあ次々バナナ入れていきますね。はい、じゃあこうやってね、まんべんなくバナナを入れたら、これをいよいよハウスに入れて、そしてカルピスをドボドボ入れるというわけです。ちょっとね、早く持ってこいって、なんかちょっとバタバタ騒いでるんで、早く大丸崎ハウスに入れて、餌をね、完成させてあげようと思います。じゃあそちらのカルピスドボドボ動画ご覧ください。
カルピスです。これです。これを入れていくわけです。こうね、振ってもう見てください。パンパンですよ。もうパンパンに膨らがってます。これが発酵です。こうしてこのね、ちゃんと混ぜてあげていきますよ。こんなモリモリ出るぐらいにね、これをあげていきます。これです。これね、ちょっとこうカルピスがこう溜まってるんでね、これをねこう綺麗にしてあげて、ただし振ったらもうパンパンですよ。いきますよ。これが発酵したらこうなるんです。うわこんな感じで、いい感じで発酵するとこういう風に爆発するんです。これね、たまにね、長く使うとね、あのペットボトル爆発するんでね、ペットボトルも交換します。はい、もう来てきてる。食べや。ちょっとバランスが悪いね。こっちかな、こうかな。はいはい、食べ。はい、こんな感じです。はい、じゃあ次ね、残りかな、1、2、残り3つやってきますね。向こう側やってきますね。来ましたよ、新品。爆発しますよ、これ。しますね。うわ、ぷわ飲んじゃった。うわ、これが発酵です。飲んじゃった。ちょっと大紫気分になりました。あ、いっぱい。このね、プッシュ、これがね、完成の印なんです。これが大紫の大好きなカルピスです。OK かな。よし。はい。はい。では、餌ね、餌やり終わった後の様子見てみましょう。ちょっとね、まだ交換したばっかりで少ないですね、意外と。ね。こんな風にカルピス飲んでます。美味しいかな。よかったね。はい。まだね、やっぱりこうやってね、ちょっと今日は涼しいからか休んでますね。あ、そういえば、メス出てます。こんなとこで発表。もうメス出てます。はい。もうオスもメスもいっぱい飛んでます。はい。こんな感じですね。はい。カルピス飲んでます。いい感じですね。そして、こっちはどうかな？うん。こっちもまあまあですね。はい。で、こっちの大きいところも。まだ少ないですね。意外と。ここは人気ですね。人気の酒場がありました。はい。割と来てます。で、最後一周回って6カ所目、ここです。はい、ここも少ないですね。意外とまだちょっと食べに来てないなっていう感じですね。はい、こんな感じで餌交換してあげて、もうカルピスをどんどん飲もう、はい、ということで、こんな感じで大紫餌替えしてあげたら、こうやってね、どんどんご飯を食べに来ます。これからね、まだまだ時間がちょっと早かったんで、これからね、いっぱい来てくれると思います。ちょっとこれでね、もう餌交換したんで、今日はちょっと一安心という感じです。はい、じゃあ大紫ハウスの現場からでした。はい、というわけで、大紫の餌やり餌交換の動画でした。少しでもね、参考になっていただければ嬉しいです。はい、ではね、まだね、これからこうやって毎日餌やりが続きます。これから頑張って餌あげて、交尾して卵産んでもらって、次世代につないでいくっていうのをこれからやっていきます。はい、ではね、またそちらの動画もお楽しみください。はい、ということで、また次回蝶々の動画をお楽しみください。蝶なら